江戸下町伝統工芸館は、伝統工芸の魅力をさらに多くの方に分かりやすく発信するため、今月28日に江戸台東伝統工芸館としてリニューアルオープンします。新しくなった伝統工芸館にぜひお越しください。設備を更新し、展示内容を充実させ、3月28日午後1時にリニューアルオープンします。これを記念してご来館の方へ先着順でオリジナルトートバッグをプレゼント。無料でご参加いただける伝統工芸の制作体験も行います。リニューアル記念イベントは今月29日金曜日から31日日曜日午前10時から午後6時まで。田中幸太郎さんによる江戸すたれの伝統工芸制作体験と、藤井直之さんによる袋物の伝統工芸制作実演を行います。この機会に職人の匠の技に触れてみませんか。新しくオープンする江戸台東伝統工芸館、開館時間は午前10時から午後6時まで。リニューアルオープン初日の今月28日は午後1時から午後6時までです。休館日は毎月第2、第4火曜日です。住所と電話番号は以前と変わりません。皆様のお越しをお待ちしています。開館日は3月28日です。開館するまでのお問い合わせは産業振興課までどうぞ。開館日以降は江戸台東伝統工芸館3842-1990番までお問い合わせください。